ミトロファン・ペトロービチ・ベリャーエフは、19世紀ロシア帝国の豪商。特殊家として、芸術家を庇護し、自らの姓を冠した、楽譜出版社を創業するなど、ロシア文化の振興に寄与した。なお、ベリャーエフという姓並びに、ベリャーエフ社のラテン文字による綴りには、ビレーフもしくは、ビレジェブといった例が使われる場合があり、このため日本では、ベライエフと呼ばれることがある。ロシア語の発音により忠実な表記は、ミトラファン・ピエトロービチ・ビエライエフとなる。サンクトペテルブルクに生まれる。父親は、豊かな、ロシア人の大地主で、材木商であり、母親は、スウェーデン人であった。早くから家業に携わって、バイヤーとして名を上げ、その後は父親の会社を引き継いだ。しかしながら、当初は密かなものではあったが、音楽に入れ上げるようになっていく。学生時代にバイオリンやビオラ、ピアノ演奏の手ほどきを受けており、ビオラ奏者として弦楽四重奏の演奏をたしなんでいた。後に、ペテルブルクの室内楽奏者のサークルに加わるように、なり、アナトーリ・リャードフやアレクサンドル・ボロディンといった当時のロシア楽団の主導的な作曲家と共に国内外を訪れて音楽の知見を深めている。また、ドイツ語などいくつかの外国語にも通じていた。イリア・レーピンによる肖像が1882年に最初の交響曲が初演されたばかりの17歳の新進作曲家アレクサンドル・グラズノフと出会い、これがロシア楽団の担い手というベリャーエフの行く末を決める重大な出来事となった。ロシア人作曲家の売り込みに深く関与するにつれて、材木商としての活動から徐々に手を引くようになったのである。1884年に毎年開催のグリンカ賞を創設し、ロシア5人組の全員とピョートル・チャイコフスキーに加えて、アナトーリ・リャードフに賞金を授与している。1885年には、楽譜出版社のベリャーエフ社をライプツィヒにおいて創業し、グラズノフのギリシャの主題による序曲を皮切りに、その後10年間に1200曲もの楽譜を頒布した。ベリャーエフ社の楽譜は、質の良い工程が行われ、作曲家は、通例よりも、好意的な報酬を受けるとともに、上演権を完全に掌握することができた。したがってベリャーエフは、ロシア音楽の広がりと普及に重要な貢献を果たしたのである。当初はベリャーエフ自身が発表する作品を選んでいたが、やがてニコライ・リムスキー・コルサコフやリャードフ、グラズノフといった顔ぶれの審査団と打ち合わせるようになった。国民楽派寄りのペテルブルクの作曲家だけでなく、西欧志向のモスクワの作曲家、セルゲイ・タネーエフやアレクサンドル・スクリャービンもベリャーエフ社の事業計画に受け入れられた。10月革命の後もベリャーエフ社は第二次世界大戦までライプツィヒで営業していたが、戦後はボンに移り、さらにフランクフルト・アム・マインに移転した。しかし1971年にフランクフルトのペータース社に経営を譲渡した。1885年にはペテルブルクでロシア交響楽演奏会を発足させ、1891年より毎週時定で音楽サロン、金曜日の四重奏を主催した。ベリャーエフに庇護された作曲家は庇護者を称えて、こうした機会に楽曲を提供しており、リムスキー・コルサコフとボロディン、リャードフ、グラズノフは BAF の音符による弦楽四重奏曲を共作した。このような合作企画のもう一例として、アレクサンドル・コプイロフやニコライ・ソコロフも、個別の楽章の作曲に参加した、ロシアの主題による変奏曲が知られている。この、ベリャーエフサークルは、著名な音楽学者のアレクサンドル・オソフスキーとも、緊密な関係を保っていた。1886年には、ロシア5人組と近しいロシアの画家イリア・レーピンが、ベリャーエフの肖像画を描いた。ありがとうございます。